ちょ待ってこれ、ね、これ真っ暗ですよね。これどういうことがわかる？今さ、これニコニコ本社なんですけど、本社の、あ、ちょ、反転した。本社の、あの、次回じゃねえ。本社のこれブレーカー落ちたんですけど。どういうことだよ、これ。なんか今イベントやってるらしくて、つか、まだなんですけど、なんかイベントがこれから始まるらしくて。で、なんかその準備してるらしくて、そっからなんかブレーカー落ちたんですけど。いや、ふざけんなよ。で、なんかネットも今使えないらしくて、今テストしてて、で、まあ予約枠、まあ予約枠はなんか、予約枠は本社でやるつもりだったんで、で、その、まあネット使えなくて、まあ、すいません、消しました。いや、ふざけんなよ、本当。なこれで責められるの僕なんだから、ほんとさ、やめてくれ、ほんと。もうねえ、つか、ブレーカー落ちるってなんだよな、ほんとに。設備どうなってんだよ、ふざけんなよ、ほんとに。何逆切れしてんの？いやいや、どうなってんだよ。いや、ネット使えないとかな、まあ、ネットは、まあ、それはまあ仕方ないにしてさ、ブレーカー落ちるってどうなってんだよ、ほんと。いや、ここ直り次第また言うんで待っててくださいってまあ言われてるんで、まあ早くて18時にネット使えるようになるって言われたんで、まあここで待ちます。いや、しししとかやめろよ。なんで僕に向けてさ、そんな責めるの？待てって。ちょ、待てよ、ほんと。ライトの出番だな。ちょ、ライト使う？今。ライト今持ってるよ。ライト使う？いや、シシシとかやめろ、ほんと。やめて。すげえ明るくない？なんかざわついてんだけど。なんかこれだったらいけそうな気がするわ。もう今もう予約枠やめるか。もうここでもう雑談するか。ねえ、もう予約枠で言おうと思ってたこと全部ここで雑談するか。いや、次回明日行きます。明日の朝から配信スタートさせて、まあそこからまあ止まるっていう枠やります。いや、今日から行ったってしょうがないじゃん。だから明日からスタートさせる。いや、今日、今から行ったってさ、しょうがなくない？
今日行って何するの？今日から行けよ。今日行けば2泊できるじゃん。いや、河口湖の周りって何がある？別に今日行ったっていいけど、河口湖の周りって何がある？今日行けよ。河口湖何でもあるだろう。ウォーターとホテル。なんで明日になったんだよ。河口湖何でもあるから行け。まあじゃあ今日行くわ。今日の夜行くわ。うん。まあ別に今日の夜行っても、まあ明日の朝行ってもどっちも一緒だし。うん。でも放送はしないよ。だって。いや別に夜放送したって何するのってなっちゃうし。実際樹海まで、樹海行くのは、まあ明日の夕方ぐらいかな。そっからだから。行かないつもりだぞって。行くから。ここまで行って行かないとかないわ。ちゃんと行くから。何しに行くんだよ。いや探索しに行くんだよ。まあいろいろ、例えばさ、あの死体とか落ちてたりするんじゃないかなと思ってさ。あとまあいろいろさ、あの例えばどういう生物とかいるのかなって。観光キムシね。いや正直言っていい？めちゃくちゃワクワクしてるわね今。正直言うとめちゃくちゃワクワクしてる。あのさ、今暗黒大陸に向かうようなそんな気分だ。ハヤトさんいらっしゃい。いや今少年漫画の主人公になったようなそんな気分。今めっちゃワクワクしてる。いや帰ってきた頃にはもうスタンド使いになってるかもね。うん、もう強くなって帰ってきてるかも。いやもう、ま、マジでさ、うん、なんかもう未開の地を開拓するようなそういう気分ですね。うん。え、帰ってくるのって。帰ってくるわ。年使いじゃねえのかい。主人公ではない。でさ、あの寝袋なんですけど、寝袋って高いね。ね。いや普通に2000円ぐらいで買えるかなって思ってたんですけど、すごい高いよね。普通に7000、8000円したんですけど。いやニトリで布団買うより高くない？いや買えねえわ。今後使い道ないしさ、買えねえわ。一番安いので5000円だった。いや買えねえわ。今後使わないでしょ。家で使えるだろう。いや使わないでしょ。安すぎ。いやもう、いや使い捨てとかになりそうですか。それを考えると高いでしょ。いやまだライトとかだったらわかるよ。それでも防災シート、まあ代わりになるものなんか買っときますよ。あのドンキになんかね売ってたんですよね。なマットみたいなもの、なそれいいなって思ったんですけど、なんかいろいろ舐めてるな。いや舐めてないよ。
いやどういう、いや何がいるかとかさ分かんないじゃん。あの野犬とかさ、野犬とかいるってさすげえ言われてるし、いろんなところに書いてあるしさ、舐めてない。野犬に噛まれたらもう一発ってさ、一発で狂犬病になって死ぬらしいから。ここどこなんだよ。いやニコニコ本社だよ。いやニコニコ本社で予約枠取ったんですけど、それでこのありさまですよ。ブレーカー落ちて今真っ暗でこんな感じ。こんなことあるか今まで。本当許せねえよ。その怒りがこっちに向けられてるから。いや、お客さんとかいっぱいいるよ。そんな中これですからね。いや、カップルとかもいるわ。あ、カップルといえばさ、24日の昼頃、渋谷でなんかね。なんだっけクリスマス殲滅デモっていうのがあるらしくて、そこにねもし間に合ったら行こうかなって思ってる。あ復旧した。復旧しました。なんかクリスマス殲滅デモっていうやつ、なんか なんていう団体がやってんだっけ。非モテ革命軍だっけ。なんかそういう感じの名前の団体が主催してるデモなんですけど、いやそこは参加しないといけないでしょ。僕も童貞代表としてさニコ生でやってるわけですから、参加しないともうダメでしょ。お前のための団体だな。そこに加えてもらおうかな。いやもうね僕もクリスマス憎いですからね。みんなさどうなの、やっぱクリスマスぼっちなの。まあじゃないと僕の放送なんて見ないよ。卒業してるくせに。いや誰かさデートしてくれる人いないねえ。いや24日の夜、いやマジでさ寂しいんだけど、こんな森の奥中にさ一人で入ってってさすげえ寂しいんだけど。 DM 送ります、待ってます。DM でも LINE でもいいわ、送ってよ。ねえよ。墓地しかいねえだろ、リスナー。いや、傷を舐め合おうぜ。あと何ですかね。動詞が待ってるよ。受解凸です。これはナンパ配信のナンパで失敗した罰ゲームで受解に行くわけですよね。しかもクリスマスイブの、まあ日が回れば聖夜の夜ですよ。じゃあ聖夜の夜聖夜に行くわけですよね。そこで泊まるわけですから、ナンパ失敗して一人で聖夜に森の奥中に、都会でナンパして失敗してそれで森の奥中に一人で聖夜に飛び込むっていう。いや悲しくなるよな。
悲しいというか、なんかあれですね、あれだわ、180もないよ、170あるよ、170ぐらい。さあ最後の人、危ないかな、樹海で投資しろ、そんなに危ないですかね。もうさ今結構来てるんですけど、危ないですかね、結構 4枚重ねしてるんですけど、結構ね、街歩いてても全然寒さとか、てか今汗かいてるから、うん、脇とか汗かいてるからね、うん、手袋は持ってけ、手袋は持ってる、手袋、いや臭くねえわ、脇がとかじゃねえから、手袋は持ってるわ、39キロじゃねえよ、45ぐらい、ロープなんていらねえだろ、死にに行くわけじゃねえんだよ、ライトはちゃんと持ってきたよ、替えの電池はちょっとまだ買ってないけど後で買う、なんだよロープってさ、この間配信した時もさ、ロープってさ、死にに行くわけじゃないから、生きに行くわけだから、うん、生きるための樹海だから、樹海のイメージを変えに行きたい僕は。もう何だったら樹海でクリスマスパーティーしたいです。うん、ちょうどいいじゃん、ケーキ買ってチキン買ってそれで食うわ。何だったらその辺の野犬にもさ配ってあるわ、チキンもう一緒に食おうぜって、それぐらいの気持ちで行くよ。いつ行くの？明日行くよ。今日の夜行バス乗って明日行きます。じゃあ今日の夜行バス行って、明日からスタート。うん、口だけです。ちゃんとやるから、その現地で。安定の口だけ、まあいいよ、今だけだよ、そうやって言ってられるのは。ちゃんとやるんで、まあ見ててくれよ、うん、明日は神会の旅館だから見に行くわ。まあ、ただどういう放送になるかは分かんない、だって樹海ってさ、まあ正直言うと楽しみなんですよね、さっきも言ったけど楽しみで行くわけですよ、観光地じゃん、ぐらっちゃわないかな、なんかまあ長時間やるつもりですけど、ぐらっちゃわないかな。変なのに疲れて帰ってこいよ。
まあ、だからまああんまり期待しないで、うん、クソ怖いわ樹海。まあでも確かにね、あんな暗い、まあ、木しかない森の中でさ、一人取り残されたらそれは怖いよね。今こうやって余裕ぶっこえてられるけど、そうやって考えたら怖いよな。うん、確かに怖いな。待って、ちょ、自撮り棒つけるわ。寝てる間の垂れ流し、いやこれね、1時間で枠取ってってやらないといけないから、それはできないかも。うん、申し訳ないですけど、てか寝配信って見たいか。みんな まだバスあるぞ。いや、これからバス取って行くから。黒沢くん久しぶりって。本人かよ、本当に。いや、偽物でしょ。竹蘭からいらっしゃい。いや、絶対偽物だわ。信用しない。とりあえずこの枠30分で終わるわ。うん、いや新宿から行くよ。あのさ、帰ってきたら、いやでもどうしような、リアトツ町したいんですよね。まあそんな時間ないか。誰も来ねえよ。いや誰か来てよ本当にさ。まだ帰ってくる気なのか。いや帰ってくるよ普通に。ね、そんなに危ないね。ねそんな危ない樹海って。探索願いなんて誰も出さないよ。あのさ、じゃあ、もしさ、放送を、まあ、樹海で放送して、そっから、一日、放送間が空いたら、捜索願い出してよ、誰か。あと、遺書とかさ、書いといた方がいいの？これ。変なやつ来てる。誰もいない。自分で出せ。出せないから言ってんじゃん。だ放送の間が一日空いたら、誰かさ、捜索願い出してくんない？樹海になんか、正規のない青年が生放送しながら入ってって、そこから一日放送しないから、これ多分自殺なんじゃないかって。危ないから助け、危ないから本当に救助しないとやばいよって。そういう風に誰か捜索願い出して
や1日、いや1日空いたら、いやもう 3日とか空いたら本当に死んじゃうじゃん。1日だったらまだ助かるじゃん。樹海の落とし物みたいな。祝電していいのか、まあ、そういう時の祝電はあの役に立つ、ね、うん、あの無駄なさあの迷惑電話とかじゃなくてさ、そういう時のそういう時に役立つ。親族以外出せるの？いや、わかんない。飯どうすんの？いや、飯はあのさ、これ一応もらったんだけど、これなんかバイト先のおばちゃんに。すごくない？東京の人形焼き、バイト先のおばちゃんにもらった。セクハラされる、いや、セクハラされる系のおばちゃんではないかな今回は。あと焼き鮭ももらった。なんかね、よくいろいろもらいますね。まああとはあのケーキとチキン買ってクリスマスパーティーをしようかなと思ってる。こじきじゃんって、あげるよってなんかもらえるんですよ。賞味期限切れてるぞ。いや、2月ぐらいまで持つよって言われて。うん、樹海でぼっちでやろうかなって。パーティーぼっちで。お前らがいるだろ。お前らだってさ、ぼっちだろ。だから一緒にやろうよ。樹海でパーティー、ほんと寂しくなるよな。あのまずさ、ナンパ失敗したことが罰ゲームみたいなもんじゃん。女の子に相手されない、都会でさ、都会のジャングルで女の子に相手されない。でまあ島流しみたいに樹海行ってさ、それで一人でさまよい歩いて、ほんと悲しくなるよ。山谷としあき、あのさ、今日休憩中にあのニコ生見たんですよ。いや、佐田さんがナンパ配信していて、いや、ちょうどね、あの最後の方でなんか職質されてんの見て笑っちゃった。いや、鈴木なんか、いや、ちょうど そこだったから、いや、本名言ってて、いや、アクティブ300ぐらいあって、いや、神回だったね。じゃあ面白かった。じゃあ終わります。じゃあ、 あの明日お会いしましょう。あのモバイルバッテリーも買ったんで、あ、これはまあ
前から持ってたやつですけど。まあ、これも前から持ってたやつ。あ、どんだけだよここ。いや、ブレーカー落ちたみたい。いや、もうニコニコ本社のブレーカーが落ちました。申し訳ございません。原因確認中ですので申し訳ございません。お待ちください。あ、ご時間です。え、不吉ってこれやばい、やばい前兆なの。これもしかして危ない前兆とかだったりする。終わる直前にこれだからね、ちょっと怖いんだけど。そういう風に言われたらそういう気がしてきた。あとね、もう一つこれ買ってきたんで、モバイルバッテリー。あとこれも買いました。まあ、万全なんで、はい。復旧した。じゃあ終わります。じゃあお疲れ様です。明日、まあ明日まあ朝放送するんでね。お疲れ様です。じゃあ、何時から、いやどうかな、それはちょっとね分かんないけど、まあ10時とかからかな。じゃあツイッターで告知するわ。うん、具体的な時間言っちゃったら、なんともそれでやんなかったらまたあれになっちゃうから。で、まあ川口湖駅かな、そういう名前かな、わかんないけど、まあ、川口湖に着いたらそこから歩いてまあ樹海の方まで行くんで、まあ、2時間ぐらいで歩いて着くみたいなんで、うん、いや逃げない。じゃあ終わります。お疲れ様です。こんなことあるか、今まで。いや、本当許せねえよ。そんな怒りがこっちに向けられてるから。いや、お客さんとかいっぱいいるよ。そんな中これですからね。カップルとかもいるわ。あ、カップルといえばさ、24日の昼頃渋谷でなんかね、なんだっけ、クリスマス
殲滅デモっていうのがあるらしくて、そこにねもし間に合ったら行こうかなって思ってる。あ復旧した。復旧しました。なんかクリスマス殲滅デモっていうやつ、なんか なんていう団体がやってんだっけ、非モテ革命軍だっけ、なんかそういう感じの名前の団体が主催してるデモなんですけど、いやそこは参加しないといけないでしょ。僕も童貞代表としてさ、ニコ生でやってるわけですから、参加しないともうダメでしょ。お前のための団体だな。そこに加えてもらおうかな。いやもうね、僕もクリスマス憎いですからね。みんなさどうなの？やっぱクリスマスぼっちなの？まあじゃないと僕の放送なんて見ないよ。に卒業してるくせに。いや誰かさデートしてくれる人いないねえ。いや24日の夜、いやマジでさ寂しいんだけど、こんな森の奥中にさ一人で入ってってさ、すげえ寂しいんだけど。DM 送ります、待ってます。DM でも LINE でもいいわ、送ってよ。それで来るわ。なんだったらその辺の野犬にもさ配ってあるわ、チキンもう一緒に食おうぜって。それぐらいの気持ちで行くよ。いつ行くの？明日行くよ。今日の、夜行バス乗って明日行きます。じゃあ今日の夜行バス行って、明日からスタート、口だけです。ちゃんとやるから、その現地で。安定の口だけ、まあいいよ。今だけだよ、そうやって言ってられるのは。ちゃんとやるんで、まあ見ててくれよ。明日は神会の旅館だから見に行くわ。ただどういう放送になるかは分かんない。だって樹海ってさ、まあ、正直言うと楽しみなんですよね。さっきも言ったけど楽しみで行くわけですよ。観光地じゃん。グラッチャーだからなんか、まあ長時間やるつもりですけど、グラッチャーはないかな。変なのに疲れて帰ってこいよ。まあだからまああんまり期待しないで。クソ怖いわ樹海。まあでも確かにね、あんな暗い、まあ木しかない森の中でさ、一人取り残されたらそれは怖いよね。今こうやって余裕ぶっ壊えてられるけど、そうやって考えたら怖いよな。確かに怖いな。
待って、非モテ革命軍だっけ、なんかそういう感じの名前の団体が主催してるデモなんですけど、いやそこは参加しないといけないでしょ。僕も童貞代表としてさ、ニコ生でやってるわけですから、参加しないともうダメでしょ。お前のための団体だな、そこに加えてもらおうかな。いやもうね、僕もクリスマスにくいですからね。うん。みんなさどうなの、やっぱクリスマスぼっちなの。まあじゃないと僕の放送なんて見ないよ。特に卒業してるくせに。いや誰かさ、デートしてくれる人いないねえ。いや24日の夜、いやマジでさ寂しいんだけど、こんな森の奥中にさ一人で入ってってさ、すげえ寂しいんだけど。DM 送ります、待ってます。DM でも LINE でもいいわ、送ってよ。ねえよ、ぼちしかいねえだろリスナー。傷を舐め合おうぜ。動詞が待ってるよ。樹海とつまし、これはあのナンパ配信のナンパで失敗した罰ゲームで樹海に行くわけですよね。しかもクリスマスイブの、まあ日が回れば聖夜の夜ですよ。じゃあ聖夜の夜、聖夜に、聖夜に行くわけですよね。そこで泊まるわけですから。ナンパ失敗して一人で聖夜に森の奥中に、都会でナンパして失敗してそれで森の奥中に一人で聖夜に飛び込むっていう。いや悲しくなるよな。あ、すげえ明るくない？なんかざわついてんだけど。なんかこれだったらいけそうな気がするわ。もう今もう予約枠やめるか、もうここでもう雑談するかね。もう予約枠で言おうと思ってたこと全部ここで雑談するか。いや樹海明日行きます。明日の朝から配信スタートさせて、まあそっからまあ泊まるっていう枠やります。いや今日から行ったってしょうがないじゃん、だから明日からスタートさせるって。いや今から行ったってさしょうがなくない？今日行って何するの？今日から行けよ、今日行けば2泊できるじゃん。いや川口湖の周りって何がある？別に今日行ったっていいけど、川口湖の周りって何がある？
今日行けよ。河口湖なんでもあるだろう。大戸屋とホテル。なんで明日になったんだよ。河口湖なんでもあるから行け。まあじゃあ今日行くわ。今日の夜行くわ。うん。まあ別に今日の夜行っても。まあ明日の朝行ってもどっちも一緒だし、うん、でも放送はしないよ。だっていや別に夜放送したって何するのってなっちゃうし、実際樹海まで樹海行くのはまあ明日の夕方ぐらいかな。飯どうすんの？いや飯はあのさ、これ一応もらったんだけど、これなんかバイト先のおばちゃんに、すごくない？東京の人形焼き、バイト先のおばちゃんにもらった。セクハラされる、いやセクハラされる系のおばちゃんではないかな今回は。あと焼き鮭ももらった。なんかねよくいろいろもらいますね。まあ、あとはあのケーキとチキン買ってクリスマスパーティーをしようかなと思ってる。こじきじゃんって、あげるよって、なんかもらえるんですよ。賞味期限切れてるぞ。いや2月ぐらいまで持つよって言われて。樹海でぼっちでやろうかな。パーティーぼっちで。前らがいるだろう。お前らだってさぼっちだろ。だから一緒にやろうよ。樹海でパーティー。ほんと寂しくなるよな。まずさ、ナンパ失敗したことが罰ゲームみたいなもんじゃん。女の子に相手されない、都会でさ、都会のジャングルで女の子に相手されない。でまあ島流しみたいに樹海行ってさ、それで一人でさまよい歩いて、ほんと悲しくなるよ。山谷としあき、あのさ、今日寝てる間の種流し、いやこれね1時間で枠取り、あの枠取ってってやらないといけないから、それはできないかも。うん、申し訳ないですけど。てか寝配信って見たいか。みんな
まだバスあるぞ。いや、これからバス取って行くから。黒沢くん久しぶりって、本人かよ本当に。いや、偽物でしょ。竹蘭からいらっしゃい。いや、絶対偽物だわ、信用しない。いや、とりあえずこの枠30分で終わるわ。うん、新宿から行くよ。あのさ、帰ってきたら、いやでもどうしような、リアトツ町したいんですよね。まあそんな時間ないか。誰も来ねえよ。いや誰か来てよ本当にさ。まだ帰ってくる気なのか。いや帰ってくるよ普通に。ねえ、そんなに危ない？ねえ、ね、そんな危ない？樹海って。探索願いなんて誰も出さないよ。あのさ、じゃあ、もしさ、放送をまあ、樹海で放送して、そこから1日だけですちゃんとやるかな、その、あの現地で。安定の口だけ、まあいいよ、今だけだよそうやって言ってられるのは。ちゃんとやるんで、まあ見ててくれよ。明日は神会の旅館だから見に行くわ。ただ、どういう放送になるかは、わかんない。だって、樹海ってさ、まあ、正直言うと、楽しみなんですよね。さっきも言ったけど楽しみで行くわけですよ。観光地じゃん。グラッチャーだから、ね、なんかまあ長時間やるつもりですけど、グラッチャーはないかな。変なのに疲れて帰ってこいよ。まあだからまああんまり期待しないで。うん。クソ怖いわ樹海。まあでも確かにね、あんな暗い、まあ木しかない森の中でさ、一人取り残されたらそれは怖いよね。今こうやって余裕ぶっこえてられるけど、そうやって考えたら怖いよな。確かに怖いな。待って、じゃあ自撮り棒つけるわ。寝る間の種流し、いやこれね、1時間で枠取ってってやらないといけないから、失敗して一人で聖夜に森の奥中で、都会でナンパして失敗して、それで森の奥中で一
人で聖夜に飛び込むっていう。いや悲しくなるよな。悲しいっていうかなんかあれですね、あれだわ、180もないよ、170あるよ、170ぐらい。さあ最後の人、危ないかな、樹海で投資しろ、そんなに危ないですかね。もうさ今結構来てるんですけど危ないですかね、結構 4枚重ねしてるんですけど結構ね、街歩いてても全然寒さとかてか今汗かいてるから、うん、脇とか汗かいてるからね、うん、手袋は持ってけ、手袋は持ってる、手袋、いや臭くねえわ、脇がとかじゃねえから、手袋は持ってるわ、39キロじゃねえよ、45ぐらい、ロープなんていらねえだろ、死にに行くわけじゃねえんだよ。ライトはちゃんと持ってきたよ、あの替えの電池はちょっとまだ買ってないけど後で買う。ロープってさ、この間配信した時もさ、ロープってさ、死にに行くわけじゃないから、生きに行くわけだから、うん、生きるための樹海だから、樹海のイメージを変えに行きたい僕は。もう何だったら樹海でクリスマスパーティーしたいです。うん、ちょうどいいじゃん。